ホモソーシャルな伝統を壊せるのかっていうのがポイントですね。はい、おはようございます。笹谷メンタルクリニックの院長増田祐介です。本日はフェミニズム入門というテーマで、お話ししようかなと思います。で、参考図書はですね、 NHK の100分で名著ですね、100分で名著の別冊版みたいなやつが出てたので、フェミニズムっていうタイトルのものが出てたので、まあこれを参考にですね、ちょっと動画を撮ってみたいなと思います。あの早稲田のね、あの本屋さんに売ってたんですよ。それで買いましたね。はい。で、まあ、なんで精神科医がね、フェミニズムの話をするんだっていうことですけれども、まあ、これはまあ、避けて通れない話なんですよね。だから男女差別の問題とかですね、女性がこう、男性からですね、パワハラをされるとかですね、セクハラをされる、そして、場合によってはですね、性的虐待を受けるっていうこと、を理解していくために、それらをカウンセリングしていくためにはですね、フェミニズムっていう概念を、やはり双方がしっかり理解しておく必要がありますね。で、これを抜きにね、ディスカッションしてもなんだかね、自分の意見とか感想の言い合いみたいになっちゃうので、そもそもどんなディスカッションを人類はしてきたのか、っていうことを、まあ、僕らは学んだ方がいいですね。学んだ上で、じゃあ自分の問題はどうなんだろうってことを考えた方が治療の成果って出やすいんですよ。なので、まあ、フェミニズムのことを知ってもらいたいということで動画を撮るということです。で、まあ、エッセンスはね、ちょこちょこ出してはいるんですけども、まあ、まとめて話したことってあんまないので、今回話してみようかなと思います。で、と言いつつですね、どういうふうに話せばいいのかっていうのが結構難しかったので、まあ、臨床的な観点からですね、フェミニズムに関係する部分をですね、抜き取って、まあ、一緒にですね、考えていけたらなと思いますね。だから人間の心とか社会とかですね、人間関係っていうのは目に見えないものなので、言葉を名付けることによってでしかですね、可視化できていかないので、なので一緒にその名付け方をですね、学んでいけたらなと思います。で、今のね、若い人たちにとってはですね、男女差別とかで、ね、男尊女卑とかではですね、まあなんか古臭い言葉のように見えるかもしれないですけれども、うちのね、親の世代ぐらいは全然ありますね。やっぱり女の人は男の人を立てるべきだみたいなね。で、男は家事をしないみたいなのもね、普通にありましたね。まあ今もね、いるかもしれないし、僕の同級生の、なんかこういうこと言うとね、なんか偏見を見そうですけれども、まああえて言いますけれども、まあ九州系のね、九州男児、いわゆる九州男児系の人たちは、まあ、どこかね、そういう空気っていうのがね、ありましたね。まあまあ、そういうもんなんですよ。でももう時代が変わってきてますからね、そういう意識は減ってると思いますけれども、まあ、ついこの前まではですね、やっぱり男女差別っていうのは全然普通にあったということですね。はい。で、フェミニズムとは何かっていうとですね、まあ男女平等にやっていこうよ。女性を、まあ、そういう男性からのですね、抑圧、差別から解放していこうよという運動や考え方になります。で、1946年にですね、女性の参政権というのを認められて、男女雇用機会均等法についてもですね、1985年なんですよね。だから本当にこういうのが法律として、なんていうのかな、明文化されるようになったのって本当につい最近という感じですね。で、まだまだね、とは言っても日本はですね、先進国の中でも女性の社会進出はかなり遅れているということになるので、まあ引き続きですね、男女差別を減らし、女性がですね、社会で活躍できる世の中を作っていかなきゃいけないなとは思いますね。はい。で、ですね、まあどういうふうに説明していけばいいのかっていうのがちょっと悩むんですけれども、ちょっと思いつくままにちょっとホワイトボード書いたんですよ。で、この本の中で一番最後ですね、上野千鶴子先生がですね、イブケーセジウィックのですね、男同士の絆っていう本を紹介していたんですね。で、この本自体が1985年の本なんですけれども、そこでホモソーシャルっていう概念を、そのセジウィックっていうですね、まあ女性の作家は出します。まあこのホモソーシャルっていう概念から一緒にね、考えていけたらなと思いますね。
で、ホモソーシャルってどういう概念かっていうことですけれども、男同士が集まって性的な関係抜きで絆を作ったり一緒に頑張っていくような社会のことですね。まあホモなので別に女同士でもいいんですけれども、人類っていうのはですね、権力とか政治力とか武力っていうものはですね、男性が支配してきましたよね。だから歴史とかですね、歴史とかの本を読むと大体男の人が出てきます。それはなぜかっていうと、政治とか権力とかですね、武力を担っていた、それをですね独占してきたのは男性だからなんですね。男性のホモソーシャルのつながりが作ってきたからなんです。だからなかなかそこにですね女性が入り込むことはできなかったっていう背景がありますね。それはもちろん生物学的に女性には出産とかですね、育児って、まあ育児はね男女でできるかもしれないけど、まあ出産っていう、ハンデキャップがあったのと、単純に体力とか腕力が弱いので、そういう政治の舞台には脅しとかですね、脅しだったり、なんかね殴り合いの喧嘩だったり、そういうものが絡んでくるので、そこに女性が入っていくことはなかなか難しいんですよ。でかつですね、一度ですねホモソーシャルな社会ができちゃうと、女の人っていうのは道具のように扱われてしまいがちなんですよね。だから例えばですね、ホモソーシャルな社会では政略結婚っていうのが行われるんですけれども、その政略結婚の道具としてしばしば女性というのは道具のように扱われてきたっていう背景があるんですね、っていうことです。だから女の人、その道具のように扱われているので、そのいくら優秀でもですね、なかなかこうなんていうのかな、活躍させてくれないんですよ。だから人種差別の問題と似てますよね。だからいくら優秀であっても、人種差別の下ではですね、その人種が違う人が活躍できないとか、あと身分ですね、身分制度とかも昔はありましたから、身分制度の中ではいくら優秀であっても身分が低い人は活躍できなかったっていうのがある。それと同じように、一度そういうですねシステムが出来上がっちゃうと、別のシステム、なんていうの、別のそのなんていうのかな、社会とかグループの中にいる人たち、グループの中にいるメンバーっていうのは、別参加してですね活躍することができなくなるんですよ、ということですね。はい。で長い間ですね、男性中心のホモソーシャルな社会ができてき、やられていたということです。でこのホモソーシャル、男性同士の中でヒエラルキー構造があるんですね。つまり強い男性と、弱い男性、そしてもっと細かい順位付けがあったりします。だから医局とか外科の医局とかね、めちゃくちゃ分かりやすいんですけど、そういうふとねあれですけど、でもまあランキングあるんですよね、男性同士のつながりにも。だからボーイ大とかも寮生活だとかありましたよね。やっぱりランキング高め、ヒエラルキーが高めの男性でね、生徒もいれば、僕みたいにねヒエラルキー低めのやつもいるっていう感じですね。で高い人たちっていうのはやっぱりですね、人間関係とか政治的な人間関係が得意だったり、まあ複雑なコミュニケーションを取りながらですね、絆を深めたり、そこをうまくやれない人とか我慢が弱いやつを弾いたりして、こう構造を作っていくっていうのがありますね。これはちょっと独特なその人間関係とか政治的な関わり合いっていうのがあったりしますね。だからコミュ力が低い人っていうのはやはり必然的に下の方に追いやられてしまうっていうのがあったりしますね。もちろんそれを突っぱねるほどのね、なんか特殊な外交テクニックとかあったりもしますけど、まあ大体はそうです。で顔色を見すぎないっていうのも大事だったり、まあある場面では顔色を見るっていうのも大事だったりするんですけど、まあいろいろありますね。で強い男性っていうのはまたモテるわけですよね。だから女性を独占したりですね、女性を集めることができる、一人で何人も女性を抱えることができるっていうのは昔はありましたね、少なくとも。で現代ではなかなかね結婚できないとか付き合うことができない人たちがいるので、一人が独占するっていうよりも単純にそのパートナーを作れない人たちっていうのが出てきているというのが今の社会なのかなという気がしますね。で、これがホモソーシャルという言葉の理解です。で、じゃあ強い男性と弱い男性がいるのってことは分かりました。じゃあ昔において強い女性、弱い女性はどうだったのかっていうとですね、まあ強くて自立した女性っていうのは活躍する機会がなかったんですね。
なかなか持つことができなかった。でどうやってその社会的に強い立場になるかというと、ほとんど運だったんですよね。身分性の問題と、あとは強い男性に気に入られるか気に入られないかだけでしかなかったと。で多くの女性っていうのは弱い立場に強いられていて、あの男性の道具にされてしまっていたということがありますね。で、現代においてはですね、あの働き手がね減ってきているというのもあるし、頭脳労働が中心となっているので、必ずしも腕力というかですね、力が必要なくなってきているんですよね。で、あの強い体力も必要なくなってきている。そういう中で女性っていうのは、あの理念だけじゃないですよ。美徳だけじゃなくて、あのそういう意味からでもですね、女性をどんどん取り込んでいってですね、頭脳労働させたいんですよ。で頭脳労働をする人が基本的にはこう富とかですねを生み出しやすいので、現代の構造上、まあ強い女性っていうのは、こう仲間入りさせられるようになってきてるっていうのがありますね。うん、でその中でですね、まあ、弱い男性っていうのはその怒りがあるんですよね。だからその虐げられてるという怒りがあります。だけどこの怒りっていうのがこの同じ男性に向かうというよりはむしろですね、より自分たちの立場に弱い女性たちに向かうということが、よく知られている。そういうのをミソジニーとか言ったりしますね。はい、っていうとこかな。あとは女性同士の中でも戦いとか足の引っ張り合いとかがあったりして、いるっていうのもありますね。はい、だから例えばあの母親が娘をいじめてしまう場合とか抑圧する場合っていうのはありますよね。うん、あんたは女なんだからここ我慢しなさいとかね、そういうのもあったりするかなという感じです。はい、でまあこういう構造なんですけども、実際はどういう構造かっていうと、こういう構造になってしまってますよね。ここは増田の試験も入ってますけど、まあ強い男女ですよね。あの賢い、いわゆる賢い人たち、そして我慢強い人たち、つまりですね、受験勉強っていう、まあ、つまんないものをですね我慢できる人たちっていうのが上の方に来て、ここのあのどこの、国でもそうですよ。はい、でそうじゃない人たちが下に強いられているという感じですね。でここではですね、同性愛は許されるけれども不倫は許されないという社会になってるんですね。つまりこの、あの引っ張ってきてるんですよ。だから昔はですね、ホモソーシャルの関係の中では、不倫は許されるけど同性愛は許されなかったんですね。だから男同士であの性的な関係を持つと、秩序を乱しちゃうわけですよね、ここの秩序を。だから性的な欲望とかは男同士は持たないようにして、女性だけに持つように強いてたわけですね。だけど今日ではですね、ここですよね、同性愛は許されるし同じ仲間なので、同性愛は許されるんだけど同じ仲間として恋愛関係になることは許されない、つまり不倫は許されないという社会に変わってきているという感じですね。でもここにいる人たちは我慢強いができるんだけれども、そうじゃない人たちにとってはあのきついわけですよね。で我慢ができない人たちは甘えているというふうに言われたりとかですね、あとはこうミソジニーの対象になったりしますね。結婚できない、恋愛できない人たちから、モテない人たち、いわゆるひもてからですね、そういう不倫とかをしてる人たち、いわゆる中間的な人たちが攻撃の対象になったりしてるっていうのもありますね。はい、あと弱い男女の中にはですね、売春は許されるのかっていう問題が出てくる。つまり弱さがゆえにその稼げないんですよね。だから稼げないからその自分を売るしかないんだけれども、でもそうするとですね、この強い女性たちから、いやそんなみっともないことは同じ女だからするんだっていう攻撃の対象にもなったりする。でも自分たちじゃあはどうやって生きたらいいのっていうと、その階級の中でですね、格差と分断の中では提示してくれないし、いやお前もっと我慢して生きればいいんだよ、私たちみたいに我慢しろみたいな形になって、我慢できないから甘えてるんだろうみたいな言われ方もしちゃう。だけど我慢できる能力って人それぞれ全然違いますから、あのそういうね、生まれ持ったものもあれば環境の問題とかトラウマの問題とかで我慢できるレベルって違うので、あの体力的な問題もありますし、まあそういう意味でね、分断されちゃってるっていうのがあるのかなと思いますね。うん、まあでもどっちにし
どちらにせよですね、まあ、女性が今後ですね、社会の中で活躍していくっていうのは、まあ、人類の流れとしては当然なんじゃないかなと思いますね。で、女性がですね、働きやすい社会というのはどういうものなのかってことですよね。だから女性には、まあ、出産とかいろんなイベントがありますけれども、まあ、彼女らが働きやすい社会ってどういうものなんだろうというと、ヘテロソーシャルと呼ばれるものになるんですよね。だから男女のが混在しているんだけれども、そこには恋愛関係を持ち込まれない、そういうものが、望まれるので、まあ、今後ね、こういうふうになっていく、だから不倫は許されない社会に変わっていくんだろうなというふうに思いますね。だから一緒に働いている同士で、その男の人がね、不倫持ちかけてくるようなところだと安心して働けないじゃないですか。だからそれはね、もう許されなくなるとのはもう時代の流れですね。はい。でじゃあヘテロソーシャルな社会を作っていくのにはですね、大きな介入が必要なんですよ。で、ホモソーシャルな伝統を壊せるのかっていうのはポイントですね。だから足を引っ張りたいとか伝統的な社会を望む人たちの方が多いんですよね。社会っていうのは変革を拒みますから、多くの人は拒むんだけれど、そちらの方に進んでしまうっていうのは人類の歴史なので、でもみんなは拒み、ホモソーシャルな伝統を維持したいというふうに思いますよね。つまり女の人は家で働くべきだとかね、家にいるべきだみたいな、そういう伝統を維持したいし、その方が効率がいいんだとか、そうしないと子供は生まれないんだみたいな、いや、その女性が働いても子供を産んだりとか育てやすい社会を作るべきなのに、男女で一緒に考えるべきなのに、ヘテロソーシャルとして考えるべきなのに、全然ホモソーシャルな文脈でなんかね、考えちゃうとか喋っちゃうとか、まあ、そういう人たちが多いし、そういう人たちとの軋轢の中で苦しんでることが多いんだろうなと思いますね。はい。で、実際の臨床はどうかっていうとですね、まあ、この弱い男性の中から来る人とかは発達障害とか、まあ、うつの人とか、知的境界知能、知的障害、まあ、いろいろいますけど、あとトラウマがあるとかね、いじめられた経験がある、それは男性からもあるし、親子、母親、父親からもいろいろ虐待の問題があったりしますけど、こういう人たちは、まあ、屈服してるし、でも孤独だし、じゃあ孤独を癒そうとしても、男同士の中のでは孤独を癒すことがなかなかできず、じゃあ女の人ってなってくると、ある種のミソジニーみたいになってしまって、そのなんていうのかな、自分の苦しみを女の人で癒そうとしすぎると、その女の人に対等な関係ではなく、そのマリア様を求めてしまうというか、そういうことが起きてたりしますね。で、逆にですね、アニメの世界に閉じこもったりとか、女の人にね、攻撃をしてしまうとか、まあそういうのもありますね。うん、だからそこもなんか臨床、あと 性依存みたいになっちゃうね、風俗とかに行っちゃうとかもありますね。でもここで大事なのは、やはり弱い男性が、傷ついた男性が自分の傷と向き合い、それを他者で埋めようとするんではなく、自分で埋めていくっていうことが重要だったりするんで、まあ、そういう治療をしていくっていうことですね。はい。あとはその弱い立場にいた人たちですよね。だから、虐待を受けてしまった人とかですね、 PTSD になってしまった人とか、あとはそのなんだ、世代の差ですよね。だからお母さんはからはですね、一生懸命頑張ってるにもかかわらず、こうね、自立して女性としてやっていこうとしてるにかかわらず、お母さんからね、あんたみたいなみっともないとかね、汗水流して働く、髪をね、乱しながらね、働いてるなんてモテない女がやることだとか言われて、反発は、口では反発するけども、内心すごく傷つけられるみたいなね、こともあるし、それがトラウマになっていて、自分のことを愛せない、自信を持てないで、そこから鬱になっちゃったりとか、摂食障害になっちゃったりとか、そういうパターンもあるし、あとはまあね、この弱い、自分が生きづらいのは社会が悪い、男のが悪いからだって言って、全ての原因を今度はこのミソジニーを受けてるから、逆バージョンですよね。男性が悪い、男性が良くないんだ、で、全ての男性の、まあそういう成功アニメのキャラクターを好きな男性とかも攻撃する、いわゆるね、クソフェミ的なものですよね、になっちゃうこともありますけど、まあその場合も、まあね、全部が正しいとは言わないですけども、正しい部分もあるし、かといって自分の
責任としてやっていかなきゃいけない部分もあるんですよね。もちろん生きづらいのは自分彼女たちの責任だけではないんだけれども、その社会を変えていくことはやっぱりなかなか難しいんで、社会を変えることにエネルギーを費やしすぎると自分の人生をねちゃんと生きられなくなってしまう、幸せに生きられなくなってしまうので、自分の問題をね解決していくっていうことも一緒にやっていくっていうのが大事ですね、そういう治療も大事だったりしますね、はい、という感じかな、はい。ということで今回はフェミニズム入門というテーマで、まあいろいろなですねキーワードを解説してみました。まあ僕の中もねまだ僕の中でも説明し慣れてないんで、なんかとっちらかっちゃったところもあると思いますけど、まあまたね今後説明を何度か繰り返していって、まあフェミニズムのことをですねもっと詳しくなり説明できたらなと思っております、はい。ということで、終わります、はい、ではまた